お客様、どうもこんにちは、かずまです。今回はですね、ついに食べます。それが、じゃん、こちら、ペヤング焼きそば激辛マックスエンドでございます。これね、僕2ヶ月くらい前に買って、今までずーっといつやろうかと思っていた焼きそばなんですよ。僕ほんと辛いの苦手で、辛いの食べれないんですよ、全然。これめちゃくちゃ、もう YouTuber やってて、辛いらしいじゃないですか。僕 YouTuber なんてやってなかったら絶対食べてますよ、こんなの。でも一応ね、YouTuber の端くれとして、これは通らなきゃいけないもんですから、2ヶ月かけて決心したんで食べようと思います。これね、結構辛いものが好きっていう人でも、これが一番辛いみたいな、焼きそば界で一番これが辛いみたいなこと言ってるんですよ。これ目に入ったら死にますからね、マジで。ガチで。説明ですよ。でも量はね、そんな多くないんですよ、これ。今回のために、じゃん、各種豆乳飲料ご用意いたしましたんで、これを飲みながら頑張ろうと思います。匂いはそんな、なんかそこまで辛そうではないですね。では、いただきます。あ、違うわ。辛いわ、これ。待って、ほんと辛い、これ。マジか。うっそ。これ辛い。嘘でしょ、これ。だってもう、ちょっとしかまだ食べてないよ、ほんと今。ほとんど吐き出しちゃったから、今。むせて。嘘。辛いな、これから。匂いと全然違う。嘘、これ辛いわ。あ、辛い。これ辛いわ。あ、これ辛い。これ辛いわ。やばい。痛みが出てきました。あ、やばい。痛いわ。痛み出てきた、ほんと表面に。あ、やばい。これ痛いわ。痛い。これ痛いわ。あ、嘘。待って。痛いわ。痛いわ、これ。痛いわ、これ。飲み込むのが痛い。あ、痛いわ、これ。嘘。あ、これ効くわ。飲んだ瞬間効く。食べなかったらまだ落ち着くんですけど、これ口に含んで、喉に入れるときに激痛が走るんですよ。あ、今も痛いわ、ダメだ。入れなくても痛い。あ、ダメだわ。飲むのをやめると激痛が走る。あ、やばい。ミスった。もうあとこれだけなんですよ。これだけ。これが進まない。ただこれもうこれがピークだと思うんですよ。これ以上さらに行くことないと思うんで、一気にね、食べちゃった方がいいと思うんですよ、これ。もう口の中が麻痺して、間違って下が噛みそうで怖いんですよ、これ。いやほら、もうちょっと。あ、ほら、もういけるぞ、ほら。行きました。でもね、これね、今回あげたの、この、豆乳飲料のおかげですね。これ水飲むと、豆乳飲料が洗い流されて一気に痛くなるんですよ。すごい絡みかくる。水ダメですね、水ダメ。一瞬で絡みが戻ってくる。でもこっちは、なんかほら、絡みがね、やんわりとね、柔らかくんですよ。はい、ということで今回は、激辛ペヤング、激辛マックスエンド。食べてみましたけど、これほんとやめた方がいいですね。これほんとに辛さ強くないと、あと何かしら飲み物とか用意しとかないと、ガチでね、やばい。ほんと悶絶するレベルで痛い。辛くて痛い。飲み物がちょっと止められませんもん、これ。止めたら痛いですもん。痛いってずっとなりますもん。YouTuber といえば、以前はメントスコーラでしたけど、今は激辛ですね。YouTuber になりたいって方は、ぜひ激辛ペヤングエンド食べて買ってみてください。